それ2と並べたら面白いよね。かわいい。これさ、このライオンのオス、これ好きなんだけども、うん、飼いたいと思わないんだ。あー、どういうことですか。いや、だってこれ、たてがみ溶かせないでしょ。毛玉ができちゃうよ、ドレッドになっちゃうじゃん。あー、うん、溶かせる間、じっとしているんだったらばオスでもいいけど、うんうん、じっとしてないから、だから、うん、オスはあんまり飼いたくない、メスが飼いたい。ゆっくり食べてな。落ち着いてる状態です。あんまり腹も減ってないんじゃないかな。いや、貫禄がすごいですね。かなり硬い人体を噛みちぎってる音ですね。あ、すごいね、丸飲み、かわいい。 あんまり腹でっかいって、かわいい。なにこれ。いや、かわいいな。わあ、おいしそうだな。おいしそうだな、それ。あら、おいしそう。あ、かわいい。お、かわいい。かわいい。もうね、これ見た感じね、うん、思うんだけど、うん、ライオンの革って言ったらパンダのヒレはないよね。どう見てもパンダよりかわいいでしょ、これ。肉食動物で。うん、で、自分で、獲物を捕らえて食べて生きてる生き物。それが赤ちゃんを育てたり、うん、赤ちゃんにいたずらされても我慢してたりするっていうのが、うん、またそれがかわいい。手がくです。ちょっと手が空くんですね。よいしょ。でも落ち着いて食べてますね。うん、すごいね、このね、木を舐めてる音。あ、これ木を舐めてるんですか。舐めてる音、このザラザラの下で舐めてるのか、ね、木を舐めてこのザラザラ音がすごくないですか。舌は傷つかないですか。舌は傷つかない、ね、よくね、虎の舌はザラザラしてて、野生よりすごいから人間のこと舐めて、うん、人間の皮膚なんか剥がれちゃうなんてね、本気で信じてる人いますけど、うん、そんなことは全然ないから。あ、違うんですか、うん、ちなみに言うと、虎よりもライオンよりも、うん、ハイエナの舌の方がザラザラしてる。はあ、俺は全部どれも舐められたことあるから分かる。なかなか貴重な体験ですね、アジャさん、それは。もう舐めてる時間、どっちも本気でお腹減ってないからね。ああ、なるほど、うん、本気でお腹減ってる状態で、ね、比べないと、ね、ダメだね。もう、5日ぐらいご飯抜いてやんないと、本気を出さないから。いや、でもやっぱ本気でやってもやっぱりライオンの方が早いわけで、はいはい、やっぱり、ほら、早く食わないとなくなっちゃうから、他の仲間と一緒に食べるでしょ、ライオンは。